前回のあらすじ、カムイとジュンタが次に向かった山はイヤ。道中で燃料となる薪を集めて、山から流れる湧き水もクロスファイヤーでゲット。ベースキャンプを発見。日が暮れる前にお風呂の準備を始めるカムイとジュンタ。慣れた手つきでお風呂を作るも、こちらの水はすごく冷たい。気づけばあたりは真っ暗。カムイとジュンタはいつお風呂に入るのでしょう。ご飯が食べ終わり、あとはお風呂が沸くのを待つだけです。作り始めて4時間半、ついに完成しました。来た、オープン。見て、3、2、1。おー、あったかい。来てるな、これ。これあげる。あ、そう、あ、そう、入れない。水、入れないもんなの。まあ、水、足してもいいしな。どういうことか、なんか。水と割ろうだけで頭が。ちょっと水かけ。やっと頭洗えんで。それよ。あったけ。ああ、感じあったかい。サバリバーやな。サバリバー。じゃあ、シャンプーもらいます。うわぁ、泡立ってる。風呂上がりの一杯。ああ、気持ちよかったな。乾杯。乾杯。うまっ。マジうまい。やば、疲れた。山小屋生活4日目。昨日マジ大変だって、死ぬ思うとかもう泣きそうだった。これはちょっと見てください。久々のお風呂。お風呂良かったな。ほんまに良かった。ほんまにあったかくできたな、うん、ドラム缶風呂のマスターになってきた。知識なしでやってるから、炭、とかも使わず木の枝拾ってきて、巻き割ってな、巻き割ってもう行くかと思った。6時間ぐらい運転、秘境探しがめっちゃ大変だって。山越えて、山越えて、やっといいとこ見つけるって。今日はもうゆっくり寝ようか。ポカポカでめっちゃ気持ちいい。気持ちいい。風呂炊く3時間かかるしな。もう達成感あって、腰もめっちゃ綺麗だったし。綺麗。やってほしいな。ほんまにやってほしい。大変なこともあるけど、当たり前なことがあんなに感動するんじゃみたいな。お風呂入るんや、当たり前や。川の水ささって。美味しいとか。美味しい。なんやかし充実しそうな。明日が5日目になるんかも。頑張っていきたいと思います。今日はもう寝ようか。寝ましょうか。寝よう。おやすみ。おやすみ。なんかシュール。寝よ。寝よ。なんか寒すぎる。寒すぎて寝れん。うアイスエイジ。アイスエイジされと青浮きジョール。寒すぎて消したけどもう一回つけるし、これが暖炉になる。めっちゃ寒い。本当に寒い、やばい。半袖半ズボンはマジでミスった。絶対山来たら、スウェット。寝れんな。ラーメン食べよう。優勝しちゃう？カムイ動きます。あ、怖いや。これはもう緊急事態宣言やな。鳥肌が、もう鳥肌が全身出たんやけど、まあ、これは死ぬ。寒い夜はコーヒーが贅沢に見えるな。うん、贅沢品よ、コーヒーってな。湧き水すするぐらいやしな。それやな。もう美味しいよな、湧き水って、うんうん、この寒い夜を乗り切る。乾杯。
スピード。チャンネル登録。